はい。クラブが届けてきてるんです。こういう練習します。左の親指が降りてくるときに45度後ろ向きます。そう。で、かつ、手のひら、甲が下向きます。あのシャフトが、これがまっすぐ、45度このぐらい。後ろの打席の機械ぐらいですね。で、今どうなってるかっていうと、シャフトがこっち向いてこうなってるんですよ。こう来てる。これを、こうします。クラブがほどけなくなる。そうです。で、何を持ってね、ほどけてるかほどけてないかって、クラブが長い間、自分の後ろを向いてるとほどけないですよ。このまま体回してくる。これほどけないですよ。これほどけるんですよ。こうやって来るときに。こっちにヘッドがありたい。だけどこっちにあるとフェースが開いちゃうじゃないですか。だから、シャフトは後ろで手は下向く。で、このまま回ってきて、このあたりで手ポンと返しちゃっていいんで。こういうイメージ。後ろ刺したまま回ってきて返す。ちょっとハーフスイングでいきます。そう。で、体回してきて、後ろ刺したまま。右の足の前で返します。シャフトが、後ろ向くって言いました。こちらに向いたまま、体回してってください。こういう感じ。回るときに、これが出てこない。ずっと後ろに。ずっと向いてるってことです。こう動く。これが一緒に、こうじゃないってこと。こう来といて、パン。デコピンみたいに力が溜まって、パン。向いたまままっすぐ引っ張ってくる。そう。で、スレスレで、あ、そういうことです。そうです。今のめちゃくちゃ良かった。もっと手を返していいです。右の足の前で最初お話した、ここで、返す、返す。右足の前で。そうです。そうです、そうです。このまま来てます。あ、そうです。シャフトが足を刺したまま回ってくると、来ると正面から見るとほどけない。シャフトが前に来ると、ほどけて見える。そうそうそう。うん、映像を正面から見たときに、ここがプロがこんな感じ。で、今、佐々木さんこんな感じだった。こうとかこうっていう、まあ、こっちで言えば、こうかこうかじゃないって、こっち向いてるのかこっち向いてるのかの違いないですよ。引いて、シャフトが後ろ向いたまま、こう回ってくると、正面から見るとタメがあるように見えるけど、ほどけない。で、体が回れば、熱く当たる。ということです。そう。おりゃー。あそこは最後、おりゃーってやらないと、多分トップします。おりゃー。はい。で、球は結構左目で。おりゃ。おりゃって声出した。今、先に当たってます。ってことは、ちょっと近づきます。たまに。猫に構えてください。構えてるから。はい。おりゃ。そうです。ちょっと当たりが熱くなる。うまくいけば右からドロー。スライスよりはどっちかというと、ドローっぽい球、捕まりが良くなります。これはもっとシャフトが長い間向こうに向いてると。左回転。あ、当たらないように。ずっと待ってて。こうなっていけば当たらないです。これが、こうなると当たりますよね。こういきます。このまま。こう、まっ、そうそう。で、そのまま左回り始めて、左回転、左回転、回ってきて、このあたりで、これ、はい、そうです。そう、そう。そうです、そうです。手のひら下。そう。
そう。ずっとまだまだ。で、左回り始めて、そのあたりで、そうです。そう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 。クラブってほどけてくるとヒールに当たって、ほどけなくなると先に当たります。物理的に。すごいハンドファースト。めちゃくちゃハンドファーストです。すごいビフォーアフターが完璧になっちゃった。もう一回ちょっとまとめますね。ダウンでシャフトの向きがここなのかここなのか、クラブがほどけるかほどけないかが変わってきます。その代わりフェースが開くから下向ける。でこのまま体を左に回していくんですけど、シャフトが出ていかないようにこうまっすぐ引っ張ってくる感じ。あ、体の回転で、あ、そうですそうです。ではなんかするわけじゃないですか。できるだけ出ないように。でこっから一気に右足の前で返しちゃう。これで熱く当たってきます。で、体が開いてくると、その先に当たるっていうのは、このまま体を左にこっちにぐるっと回してください。すると、どんどん回していってください。届かなくなるってことですね。手が。はい、体正面向けてください。正面向いてるといくらでも向こうに出せる。体が開いてくると先に当たるんで、ちょっと構えた時に少し近づくと。はい、それぐらいでちょっと行きましょうか。はい。ぐーっと来たのを、ポン!そうです。アヒルでした、今。今、わかりました。はい。これ、例えば、ここからこのタンクで今、1、2、3ぐらい。そこそこ。腰の位置ぐらいまでは何もしないで引いて、ここからちょっとこっち回すぐらい。そこからギューッと来て、そうです。それも、はい。そうです。そこは2段階ですね。体を回す、後ろに持っていくという感じで。スイングがどうやって引くか思いますよね。めっちゃ綺麗だった。クラブがほどけなくなって、ハンドファーストってインから入るんですよ。めちゃくちゃ。ほどけないはインサイドはセットになっちゃうから。これで体開きながら、ちょっとカットに振っていくみたいな修正をしていきます。はい、今後はね。はい、ドリルをするときは真逆をした方がいいんで、極端な。はい、そう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 。お疲れ様でした。今回もね、こうバックナンバーの T シャツ着て、何枚持ってる？あ、これだけです。あ、いつも練習の時は、これお気に入りで。そうです、ユニフォームとして。最近バックナンバーを知って、聞いたことある曲ばっかりで、これがバックナンバーっていうのは知らなかった。おすすめでありがとうございます。いつも着て、背中もね、ちゃんと。はい。最近はラウンド行って、40代前半が出る。後半？40代前半。後半。ちょっとお上手なんですが、でこれからもちょくちょく出演していただいて、レッスン風景をよろしいでしょうか。ぜひお願いします。ありがとうございます。